上海で AI 人工知能や通信の最新技術を紹介する展示会が始まりました。こちらの展示会場では額縁の前に立つと AI が学習した画家のタッチの絵画となります。上海で昨日から始まった世界人工知能大会では、各国の企業が AI や次世代高速通信 5G などの最新技術を披露しています。中国ネット大手アリババグループは、 AI が人の気持ちを読み取り、文字でその人の感情を表現する鏡など、おとぎ話の世界を表現した技術を展示しました。来月退任することを発表しているアリババグループのジャック・マー会長は、 AI により人々の労働が週3日、1日4時間で済むようになる可能性があると講演で期待を語っています。大会にはアメリカの電気自動車メーカーテスラやマイクロソフトなど、経済や貿易をめぐって中国と激しく対立するアメリカ企業も多数参加しているということです。